1月21日やったかな、確か。に CR カップ、APEX のやつがあると。で、私は、誘われました、確かに。まあ、ちょっといろいろありまして、まあ、想像外の人と私は組むことになると思います。はい、どうも。まあ、どうでもいいかもしれないですけれども、皆様は好きなジャニーズランキング2019っていうご存知ですか？それがなんか発表されたっていうことらしいんですね。で、過去を見てみるとね、2017、そして2018と、亀梨さんという、皆さんご存知ですよね？もう CM 動画でも引っ張りだこの、あの方が連覇されたらしい。17、18と連覇され、そして19は果たして誰かっていうところだったんですけれども、なんとですね、山田涼介さんという方が1位になったんだということで、まあ私これネットのニュースを見てね、知った情報なんですけれども、ネットのニュース曰くですね、世代交代かと、2年連続の亀梨を抜き、山田涼介が1位に、ね。10代から20代のファン層の支持が多く、ファンからは存在自体が国宝と言われている。国宝を舐めるな。いやでも俺あれ見てた、最近ジャニーズのランキングで1位誰かの、もう名前忘れたけど、山田なんとかやったっけ、名前忘れたけど、変わりました。存在自体が国宝。国宝を舐めるなとしか言いようがないよね。何を、亀梨、2年連続の亀梨を破り、山田涼介が1位。存在自体が国宝。人間国宝って言うてくれ。じゃあ、人間国宝に選ばれた場合、そういう風におっしゃってください。ね。うん。江口さん、ツイッターで言ってますよ。なんて？ゲームでも山田涼介に負けるのか。でもって何？俺は顔だけじゃなくて、ゲームでも山田涼介に負けるのかって言ってる。あ。励まさなきゃ。喧嘩？喧嘩ですよ。ジャニーズ、ソニーの。なんで？はいはい。そうやな。俺は戦いですよ。ジャニーズ、ソニーの戦いです。怖い喋るのが。